どうも皆さんこんばんは、土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトをやっていきましょう。ということで今回はですね、シンプルな TNT キャノン、まあ、ロマン砲ですねを作っていきたいと思います。簡単に作れるのでぜひ皆さん最後まで見ていって真似して作ってみてください。では早速やっていきましょう。レッツゴー。今回使うものはこんな感じです。ハーフブロックが1個、水入りバケツが1個、あと建築ブロックをまあある程度用意してください。そしてレッドストーンリピーターが8個、レッドストーンダストが12個、ディスペンサーが9個、 TNT をたくさん用意してください。最低9個あれば1回打てます。石のボタンが1個。では早速作っていきましょう。まずは 3×10 の土台を作っていきます。はい、次に片方にブロックを置いていきます。そしたら次に打ちたい方向を決めてください。今回は向こうに打ちます。なので後ろにブロックを置きます。そして角っこにもブロックを置きます。次にディスペンサーを設置します。ディスペンサーの内側を向くように設置してください。1、2、3、4、5、6、7、8、8個ですね。発射方向の先端にはブロックを置きます。では後ろの方に水を流します。ここですね。先頭だけ水が途切れますので、ここにハーフブロックを置いてください。次にディスペンサーを設置している反対側の列ですねのところの先頭にディスペンサーを設置します。ディスペンサー側の列の1個外側にブロックを置いていきます。こんな感じです。そしたらディスペンサーの後ろにレッドストーンダストを敷いていきます。角っこにも敷きます。次に、レッドストーンリピーターを向こう向きに2個設置します。1、2。そして遅延を最大にしてください。では角っこにはレッドストーンダストを置きます。そしてここのディスペンサーに向かってレッドストーンリピーターを6個置きます。1、2、3、4、5、6。遅延は全て最大です。レッドストーンを1個置きます。ここには建築ブロックをもう1個置きます。そしてレッドストーンダストを置きます。ここの上にも建築ブロックを置きます。全てのディスペンサーに TNT を入れていきます。最低1個あれば1回打てます。これでほぼ完成になります。あとはボタンスイッチですねをつければ完成です。ここでもいいですし、伸ばしてここら辺に設置しても大丈夫です。では試しに打ってみましょう。こっち、ドナ。描写されてない描写されてなかった。まあこんな感じでね、 TNT が飛んで穴が開きます。こんな感じでディスペンサーの個数を少なくすることで飛距離が縮んで、まあ、手前の方に爆発することも起きます。こんな感じでクロック回路を組むことで連続して TNT キャノンが撃てます。わあ、すごい飛んだ。すごい飛ぶ。はい、というわけで今回は TNT キャノンを作ってみました。いかがだったでしょうか。かなり簡単に作れるので皆さんぜひ作ってみてください。あのマルチプレイとかで作って友達の建築物を壊さないように気をつけてください。この他にもいろいろなマイクラの便利装置や自動回収機などを作ってますので、よかったら見てください。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。土の子ブラザーズのペペロンでした。バイバイ。